解決した課題と、現在の実装なんですけど、ミニドラにまず何もつなぎたくない問題があって、まず何でかっていうとミニドラの自由度が下がる、であとセットアップの手間がかかって、であと、深夜2時に、コードして逃げては手順を間違えて、よくわからないエラーで積んでしまうこれが大変悲しいので、まあプロこのミニドラに何もつなぎたく問題ない問題ってあんまり根深いわけですね。でこれが解決策を、2日目に来た AI さんが早速と解決してて起動時に自動で実行されるファイルっていうのが、まずエトセの RC.localっていう名前のファイルがあって、で それそこから、Wi-Fi に接続するような命令が書いてある場所スクリプトを呼び出せば、無事解決しました、するということで、エテアさんが解決策を示してくれたので、僕はひたすらそのミニドラに移植していっていましたっていうのが、現在の、実装の話で、まあ、今後の展望として、ロス起動まで含めた自動化を、行いたいなと思ってるんですが、まあ、いろいろ問題があって、例えばその Wi-Fi の接続は、IP アドレス、例えばルーターを変えようとした時に毎回その中身を書き換えなきゃいけないんですけど、いやそれを例えば外から Bluetooth で別の方法で渡したりができれば、まあ、ロス起動まで全含まれず自動化できるので、まあ、この仮ではない本当のプラグアンドプレイができるようになると。であ と、先ほどの調べもあった通りに Wi-Fi 接続が大変ロバストではない感じなので、まあ、Wi-Fi 接続をちょっとロバストはしないんだなと思っております。以上です。ありがとうございました。ちなみに